2023年6月30日の鉄道チャンネルサイトニュース「仙北高速鉄道の新型9300系」の試乗会8月開催200名募集レア体験も2023年8月上旬にデビューする仙北高速鉄道の新型通勤車両9300系ですが 営業運転開始前の8月5日に試乗会が開催されることになりました。仙北高速鉄道によりますと、試乗会列車は光明池駅を13時5分に発車した後、出水中央駅、出水中央駅、引上げ線、中本駅、中本駅、引上げ線を走り、14時4分に光明池駅へ戻ってきます。参加費用は無料。 本日6月29日17時から7月12日17時まで仙北高速鉄道のホームページで申し込みを受け付けます。募集人数は200名で申し込み多数の場合は抽選となります。泉中央駅と中本駅の引き上げ線で入線するというレアイベントに加え参加者には9,300系のオリジナルノベルティもプレゼントするということで。 近隣にお住まいのの方方や鉄道ファンの方から注目を集めそうです。9300系は南海電鉄の8300系をベースとした車両コストを抑えつつデザイン面で戦北高速鉄道らしさを出しエネルギー効率の高い機器類を揃えることで省エネ性能も高めています外装には同車のラインカラーとして定着しているブルーと既存の通勤車両の車体色アイボリーの2色を採用 車両の床などの内装には木目柄を用い落ち着きと安らぎの空間を演出します。